First Take Music。 The First Take Music。 この番組はアーティストの一発撮りパフォーマンスを鮮明に記録する YouTube チャンネル The First Take のアフターストーリーを楽しむことができる音声コンテンツです。 The First Take は白いスタジオに置かれた一本のマイクの前でアーティストたちが披露する一発勝負のパフォーマンスを 4K 対応の高画質高音質で楽しむことができる映像コンテンツです。一度きりのテイクでアーティストたちはどんな姿を見せてくれるのでしょうか。そしてこの番組では The First Take に出演された様々なアーティストの皆様にパフォーマンスした楽曲のお話や撮影秘話などをインタビュー形式でお伺いします。今回登場するのは緑黄色社会の長谷春子さん。 The First Take では今年1月にリリースされたキャラクター、そして4月にリリースされた新曲の日はまた昇るからを披露していただきました。現在 The First Take の YouTube チャンネルで公開されています。早速ですが、今回の The First Take は前回とはまた違う環境での収録でしたが、終わってみていかがでしたか？まずこんなに出させていただけると思ってなくて、なんかめっちゃ出させてもらってるじゃないですか。この自分だけでこうコラボさせてもらったものも含めるとすっごい出させていただいてるの。1、2、フェスも合わせると1、2、3、4、5、6、7本目になりました。これですごいですよね。はい、ありがとうございます。嬉しいです。 The First Take には久々の登場になりますが、これまで出演された中で特に印象に残っている回や反響が大きかった回などありますか？やっぱりシャウトベイビーっていう曲なんですけど、私とこうギター2本でやったんですよ。で、ワンコーラスをアカペラでやるっていう、もう自分たち的にもすごい挑戦をしたんですよ。これでいいのかなと思いつつやったんですけど、やっぱりこう見てくださった方たちもそれでこうすごい知ってくれたりだとか、よかったみたいな、まさかワンコーラスも歌うと思ってなかったみたいな、いろんな反響があって、あの回はそうですね、自分たち的にもやっぱこうやってよかったと思うし、反響もありましたね。今回の出演が決まった時のお気持ちや感想などいかがでしたか？やっぱりこう前回と違うことしたいっていう気持ちがすごく強くて、でこう編成もガラッと変えましたし、そうですね、なんか違う面を見せたいなっていう気持ちになりました。ではパフォーマンスしていただいた楽曲について伺いたいと思います。今回最初にパフォーマンスしていただいたのは今年1月にリリースされたキャラクターでした。こちらの楽曲を選んだ理由は何だったのでしょうか？こう毎回ファーストテイク2回ずつやらせてもらうじゃないですか。こう2面出したいなって思って、2面性みたいな感じで、でそういう意味ではこうキャラクターってトゥギャザー感というか、こう一緒に楽しんでる感じっていうのをすごい出しやすい曲だと思ったんですよね。なんでこう、まあ、メンバーというか人数もちょっと多くしたりとかして、なんかそういう楽しい雰囲気、でも楽しい雰囲気だけじゃなくてそういう雰囲気を持ってる曲なんですけど、こうちょっとアレンジを加えてムーディーな雰囲気にしたりだとか、ちょっと引き出しをこう自分たち的にも広げたりとかしつつ、まあ、挑戦して楽しめる曲だなと思いました。 The First Take でのアレンジはいかがでしたか？やったことない編成だったんですよ。本当に一度もこうピアノとギターと歌みたいなのって結構あると思うんですけど、ピアノとベースと歌っていう本当に初挑戦というか、でも意外とこうマッチする感じもありますし、こう音数が少ないからこそのこう際立つそれぞれの音の良さみたいなものもあったりとか、あとこうちょっと一番っていうところ、一番でいう部分のちょっとムーディーな雰囲気を出したいところがあったんですけど、やっぱそういうところってこうベースとかって出しやすいと思うんですよね、こうムーディーな雰囲気っていうのが、そういうのがこう今回の編成だとすごい出しやすいというか、この編成ならではのアレンジになったかなと思います。2曲目のパフォーマンスは4月にリリースされた新曲の日はまた昇るからでした。この曲はアニメクレヨンしんちゃんの新作映画のために書き下ろされた楽曲だそうですが、どういったイメージで制作されたのでしょうか？
そうですね、まずやっぱあのしんちゃんって子供から大人まで本当に幅広い層の方がこう見られる作品じゃないですか。なのでこう曲の持つメッセージだったりとか雰囲気だったりっていうのもいろんな人に届きやすい曲にしたいなっていうところから制作が始まっていったので、そうですね、こう本当に明るくなれるようなというか前向きになれるような、そんな曲になったんじゃないかなと思ってます。 The First Take でのパフォーマンスはいかがでしたか？あのこれがですね、また新しい編成といいますか、こう私とギターの一世2人でやったんですけど、あの一世と私がこの緑黄色社会っていうバンドを初めにこう作ったとか約束した、まあ、キーマンみたいな2人なんですよ。でそういうキーマンでやってきたのにこう2人でやることって全然なくて、なんかちょっと照れくさいながらもこう新鮮味があったりとかしてよかったなと思うし、こう一世はすごいコーラスも上手なので、なんかその感じ、こう歌2本とギター1本っていう感じが出せたんじゃないかなと思います。最後にこのポッドキャストを視聴しているリスナーやファンの方にメッセージをお願いします。あのファーストテイクってこう私たちがあのいろいろ考えたりとかして作った音源楽曲っていうのをまた違う形でこう届けさせてくれる、まあ、一つのこうチャンネルだと思っていて、また自分たち的にもこう違う気持ちだったりとか違うアプローチの仕方っていうのでこう挑戦できるので、毎回こうすごい刺激をもらったりだとか、まあ挑戦だしこう新鮮な気持ちでこう取り組むことができるので、毎回本当にこう素敵な気持ちになって終えることができてます。なんかそういう新しいアプローチをした楽曲なので、また聴いてくれたら嬉しいです。長谷春子さん、ありがとうございました。 The First Take では毎週金曜日と水曜日夜10時に様々なアーティストのパフォーマンスが更新されますが、公式 SNS には歌う前のアーティストの様子もアップされるので、 YouTube と合わせてぜひチェックしてみてください。 The First Take Music